はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は信長の野望パワーアップキット革新仮想シナリオ太鼓の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、裏切り者始末を討伐して、武将の数を確保しました。ただ一方で年代が1625年とかまで進んできてまして、どんどん寿命で死んでいくという中、現役の武将の数71人になっています。一方徳川軍なんですが58と、武将の数で逆転しています。で、あとですね、唯一残っている大名家伊達家なんですけども、こことは同盟を結びました。これでね、徳川を今回散々に倒していこうというふうに思ってます。で、散々に倒せるんじゃないかというその根拠なんですけども、まず徳川軍の総兵力数なんですが40万程度ですね、38万。一方我が豊臣軍なんですが、なんと250万です。これはですね、豊臣の方は早々に内政の技術で兵の分離を獲得してるんですね。信長の野望革新だと、通常兵力を増やすための歩兵、これは夏と冬しかできないんですが、兵の分離を行うと通年を通して季節に関係なく常に歩兵ができるということで、他国に比べて圧倒的に兵力を増やしやすいという状態になります。今回これがようやく功を奏してきて、兵力の数でなんと徳川軍の5倍以上という状況になっています。今回この圧倒的な兵力をもとに徳川軍を倒していこうというふうに思います。では早速続きをプレイしていきましょう。ここまで兵力の差がつくと、もうあとは作業でね、徳川軍を倒していこうということになるかと思います。早速出陣していきましょう。ここもね、兵力がいっぱいいるので、その兵力を無駄にしないために、あんまりね、数を増やした出陣っていうよりかは、一武将一人みたいな、一武将一軍を率いるみたいな形でいいのかなと思ってます。具体的には福島正則、加藤清正とかね、この辺りね、強武将を1個にまとめるのではなくて、もう清正は清正で出陣と、これで1万6000出陣できますからね。さらに清正は清正、正則は正則、こういう出陣の方法だと合計これだけで5万近い軍勢が出せるので、今回はこういう形でね、武将の数が不足してきているので、先方の連鎖とかを考えるのは正幸幸村ぐらいにして、残りは一武将が一軍を率いるという形でね、大軍を送り込めるような形を取っていきたいと思っています。では各城の攻略戦始めていきましょう。でもこの後すぐにね、次の城も攻略していきたいので、このまま一人の武将は残しておいて、輸送で全部持っていきます。山形城を今攻略しようとしてますけども、山形城にね、そのまま輸送隊も一緒についていって、このまま東北から関東にかけて一気になだれ込んでいこうという作戦ですね。雪村正幸親子に関してはね、連鎖を期待したいので、ご覧のように3人の武将を連れていきます。他は全員一軍を率いる、そういう形でいきます。はい、山形城攻略してます。次の城を目指していきましょう。はい、二本松城を攻略してます。家光が城外に出ている状態なので、家光を追撃していきたいと思います。この辺りもね、会津若松城に戻るようであれば、このまま会津若松城のね、攻略に入っていきましょう。はい、
会津若松城も攻略してます。順調ですね。捕らえた武将は、まあ、一旦登用できるかどうか確認して、家光捕らえてるね。家光全員ね、我々の、まあ、要求に応じないようであれば、後の三代将軍家光ですが処刑していきます。では続いて次の城の攻略に向かいます。ライデンがここで死んでしまいましたね。大和郡山城を何度も何度も危機から救ってくれたライデンがここで寿命で死亡です。まあ、ただもう今や大和郡山城は攻められることもほとんどなくなってきてますね。それほどに徳川軍をね散々に追い詰めているという状況で、今もあの宇都宮城をちょうど攻略しているところですが、これの攻略は完了しそうです。では次の城を攻略していきます。はい、唐沢山城を攻略してます。この後関東になだれ込んでいきたいと思います。はい、結城城を攻略してます。続いて江戸城の攻略に入っていきたいと思います。はい、箕輪城制圧してます。順調ですね。江戸城の攻撃戦もね今始まってますので、このまま江戸城の攻略戦を行っていきます。さらに同時に沼田城も今攻略中です。この辺りはね、もう勢いのままに徳川軍滅ぼしていきましょう。江戸城を制圧してます。もうこれ徳川軍の本拠地ですよね。この江戸城攻略も確実に徳川軍をね滅するその階段を登ってるなっていう感じですね。はい、小田原城を攻略してます。続いて甲府城に出陣していきます。さあ今甲府城で正幸と家康がね対峙しているという構図です。まあ正幸からすれば念願の家康討伐というところですね。城兵も残り少ない。このまま行けばですね、家康のこもる甲府城が攻略できそうかなというところですね。まあ、たださすがに家康なんで削りがやっぱり遅い、なかなか削れないっていうね、ところですけど、このままなんとか削っていきましょう。敵部隊壊滅しました。甲府城がこれで落城させることができるかな。甲府城落城です。またここでね、確実に減らしていきましょう。もう結構殺せるな今回は。ちなみに仲間になってもいいよっていう人がいればね、それはそれでその味方にね引き入れてあげてもいいかなとは思うんですけど、岡本はこちらに下ってもいいっていうね、まあ、そういう人がいれば雇っていきます。で逆に他のメンバーは全員処刑。二代将軍秀忠もここで死んでもらう。では次の城の攻略に向けます。はい、駿府城も攻略してます。家康晩年の居城ですね。はい、浜松を攻略してます。このまま岡崎に進んでいきます。もうどん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 攻略が進んでます。又兵衛もここで寿命で死亡です。正幸ももう病気になることがとっても多くなってきてるんで、まあ、ちょっと心配ですね。今岡崎城の攻略戦になってますが、岡崎城の守備はですね、城主真田信之ですね。真田親子決戦再びと
というところで、ここには正幸、雪村、信幸全員揃ってます。まあ、当然あの豊臣側には正幸と次男の雪村、そして家康側岡崎城の守備についているのが長男信幸というところになってます。はい、岡崎城を制圧してます。このまま追撃戦に入りましょう。信幸を、まあ、どうするかというのもありますし、正幸自体もね、もう長くは生きられないかなというところなので攻略を急ぎます。はい、清洲城の制圧完了してます。はい、亀山城の攻略完了してます。続いて桐山御所狙いましょう。ただここ要塞が進んでるので、ね、注意は必要かなと思います。福島正則がここで寿命で死亡ですね。まあ、数々の武将が寿命で散っていく中、武将の数で見るとですね、豊臣家が現役67、徳川が25まで減らしています。で、伊達が20という状況ですね。ついにですね、秀吉から受け継ぐはずだった関白、その地位に上っています。秀頼が関白になりました。はい、下田を攻略してます。はい、岡本港、まあ、立山ですね、ここを攻略してます。はい、久留里城を攻略してます。捕らえた敵将は処刑。関白になると音楽がちょっと変わりますね。かっこよくなってますね。では徳川の城残りも攻略していきます。はい、鹿島港を攻略してます。捕らえた武将は処刑。太田城を制圧してます。小高城を制圧してます。清正も寿命で死亡です。もうここまで来ると本当に武将がね、次々と死んでしまうので、時間との勝負ですね。相馬中村城を攻略してます。敵将捕らえたり、塩釜を攻略してます。久しぶりに大和郡山城が敵に攻められますね。もうライレンがいない、マタベもいないという中、大和郡山城には秀頼公に入城してもらって秀頼公で守ってもらおうと思います。家康も来ますしね。まあ、難攻不落を誇る大和郡山城はまだ落城知らずという城ですからね、今回もしのいでもらいたいと思います。岩出山城を攻略しました。もうこれで東北地方における徳川の本城はなくなりました。この後は敵の市場をね、
全部焼き払っていきたいと思います。では総仕上げにかかりたいと思います。いよいよ徳川をね、滅ぼすために残っている敵の城4つです。桐山御所、あとは鳥羽港、亀山城、そして彦根城、この4つを攻略して、いきたいと思います。亀山城攻略しましたね。ただあのバッドニュースとして一つ、伊達がね、同盟から離反したというのがあるので、東軍の方ね、もう今兵をあまり置いていないんですけども、そこで、まあ、もしかしたら伊達が牙を向いてくる可能性があるかなっていうね、そこがちょっと唯一の心配点ですね。はい、徳川家康に対して正行が勧告を行って屈服させることができました。徳川家滅亡です。今回ね、ここまで進めてきましたが、いかがでしたでしょうか。太古の王のね、上級プレイということで、まあ、豊臣家を使って、まあ、徳川家を滅ぼすというプレイ、ここまでなんとかね、クリアすることができました。信長の野望ね、大好きなゲームで、またいろんなシリーズやってますので、こんなコンセプトでやってほしいとか、こんな企画でやってみたらどうかとか、あればですね、Twitter のリプ、もしくは動画のコメント欄までお寄せいただければと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。